ガラスハッチの一例、ボルボ P1800ES バックドアとの併用例、初代日産、テラノリアワイパーの格納位置は、窓の開閉を邪魔しない外側にあり、使用時には窓の下端まで移動し、窓の中だけで反転動作を行う。ガラスハッチとは一部のステーションワゴン、SUV、トールワゴンを含むハッチバックなどに用いられる開閉機構であり、グラスハッチと呼ばれることもある。 リアウィンドウ自体を跳ね上げ式として、バックドアに準ずる役割を持たせたものと、バックドアのウィンドウをさらに跳ね上げ式としたものとがある。リアウィンドウ自体を跳ね上げ式として、バックドアと兼用する例は、鈴木ツイーミやトヨタアイゴのような大衆車で、簡便な構造としてコストを抑える場合、スポーツカーなどで車体合成を保つため開口部を大きくしたくない場合、 ボルボ C30 のようにスポーツワゴンとしての見栄えを整える場合、初代マツダ RX-7 などのように、ヒドンピラー化して、リアクオーターウィンドウとリアウィンドウの一体感を出す場合などに用いられる手法である。ズキフロンテクーペと後継のセルボは、リアエンジンであることもあり、寸法的に後部にトランクを設けることができず、二ドアで、室内後部の荷物置き場へのアクセスもそれほど、 良好ではなかったため、少しでも利便性を高めるためリアウィンドウをガラスハッチとしている。一方、バックドアにガラスハッチを追加する場合は、バックドア自体を開閉することなく荷物を出し入れできる利便性を追求したものであり、ショッピングモールで数軒を回る場合や、狭いところなどでは重宝する。特に、米国フォードや、日曜の北米向けの車種に採用例が多く、かつては、 リアウィンドウのみの開閉も可能であった、ステーションワゴンや SUV の使い方を受け継ぐもので、ある。以前は、スライド小公式が主流で、そのほとんどがキーを鍵穴に入れ、バックドアの会場と逆にひねって操作する、パワーウィンドウである。日本国内先売の車種に限ると、開発費が潤沢であった1990年代以降に採用例が増えたが、 現在はごくわずかな車種のみに採用されている。現在のものはどのガラスハッチもガスストラットの反発力で跳ね上げている。ガラスハッチにはこのガスストラットとヒンジを取り付けるボルト穴が貫通しており、外観での判別も可能である。狭い駐車場でドアの開け閉めを行う必要がなく、室内に置く場合に比べ、トノーカバーで楽に目隠しができる。シリンダーに 高圧窒素ガスを封入し、その反力でピストンを押し出す一種の空気はね、ガススプリングとも呼ばれる。外観がショックアブソーバーに似ているが、減衰機構は持たない。ありがとうございます。